すっごい気持ちいいです、それ。でこの辺なんかもだいぶ緩んで、最終日はこう押せるところがね、広くなってるというか、深く入るような感じですね。この辺の左の痛さはだいぶ減ったんじゃないですか。減りました。今すごいつま、はい、まれてる、うん、違いますよね。違いが、うん、まあ左右差がいい意味で減った感じですね。めっちゃ声、うつ伏せではこのぐらいで、あ、この辺のくすぐったさどうですか。全然、うん、ほぼないです。ほぼない感じ。最初ここでね、あの、その位置ももう一回見ましょうかね。うん、最初よりここになってるので、背面に近づいた、まあ、背骨に近づいたって言いますかね。え、それだけでぐつぐつになって戻ってくるの、おかえりって感じ。はい、おかえりですね。そうですね。なので、で触られた感じも全然気持ち悪くないですね。はい、よかったです。骨でもちょっと違いが、うん、あるような感じしますね。こっちの肩甲骨の感覚が、まあ、割と背中にちゃんとあるのに対して、左側の価格はだいぶこう体側っていうか脇の方っていうんですかね、体の横側に、右の場合でいうとこの辺にある感じ、こっちは別にそんなくすぐったくはないですね。触られてるみたいな気持ち悪い感じ。そうですよね。ここのくすぐったさはどうでしょうか。ないです。はい、わかりました。違います。違います。なんか、左の方が、はい、ちょっと、くすぐったい感じでした。本当ですか。じゃあこれでだいぶ最初に気になってたところは良くなってきた感じですね。はい、じゃあまた仰向けでもやっていきますので、今度は仰向けもお願いします。はい、します。足が軽い。じゃあ上向きで寝てください。目元眩しいですから、ちょっとこのくらい、もう少し上の方まで寄りたいですかね。あそこでありがとうございます。歌をかけますね。皆さんちょっとお腹の上ホットストーン置きますね。あったかいし、はい、失礼いたします。ちょっと首の後ろ押さえますね。はい、はい、辛くないですかね。はい、楽にしていただいて、そうですね、鼻が今最初の顔の歪みってことなんですけれども、うん、少しこう鼻先が左に位置してしまっていますね。はい、うん、ちょっと顔触ってしまっていいですか。大丈夫です。真ん中っていうとこの辺に鼻先があってほしい、うんうん、だけどこっちにあるんですね。はい、触られると分かりますかね。うん、ここ鼻先で、この延長線上ってこっちになるんですよ。あ、本来真ん中ってここですからね。こっちにちょっと寄ってほしい。本当だ。はい、なんか、はい、やっぱり時代柄、オンラインでミーティングして顔を出すと自分の顔映るじゃないですか。笑った時にあれ歪んでるぞって思ったので、なるほどなるほど、気づいたっていうような感じでした。あ、ちょっとニコッと笑ったお顔も、あ、そうですね、やっぱりそうですね、笑ってもそれはそうですね、思います。うん、やっぱり鼻先が少し左に、あ、でも笑って感じるってことは口のあれですか、口なのかなって思ったりもしたんです。もう一回ちょっとニコッとしてもらっていいですか。そうですね、やっぱりこれで少し、うん、そうですね、口角がこちらの方が高くなっているっていうのはありますね。そうそうです。だからこちらにお花もあるんですけれども、どうもこっちに引っ張ってるものがあるんだと思います。この位置に、だから花もこっちに引っ張られる、こっちもこっちに引っ張られるっていう形で、だからこういうところ、この延長線なので、こことか、あ、痛い痛いぞ、ここになんかリガーメントって言うんですけど、こ
頬骨の周りこの辺のコリがなんかほうれい線になったりですとか顔の歪みありますのでめちゃくちゃ痛いですね、そこだからもしかするとこっちよりもいや全然大丈夫こっちが痛い痛いここ同じ力でした今ほぼそうですねでもやっぱりこちらの方が痛い痛い、はい、なんか鼻血が出そうな感じですで出ないです出ないですけど、ねはい、感覚としてってことですねはいそうですねちょっとそう言われると確かに不自然っていうかはいそれは感じますねだからこっちが緩んでくれると多分違いが出ると思います一旦ちょっと他の部位から緩めていきます。今日の顎は凝ってますね。うん痛いですね、この辺に。痛いです。おぉ。でも本当指一本ですごい軽くやってるんですけど。そうなんですか。そうですね、他の部位でやるとこんな感じです。これで十分痛いですよね。ずっとこれ痛いですよね。もう首全体的に腕が強く出てますので。すっごい気持ちいいです。それ。はい。あとこうやっぱ横向けに寝るので、うん、その重力がかかる側左の方に寄るっていうのはあるかと思います、うんうん、やめたいうん、硬いですね結構痛いですね痛いですうん、それ硬いですか？硬いです。結構頭部硬いです。もうこのここに限らず全体硬いです。
痛いですね。大丈夫ですか？痛いですそうですよね。結構優しく押してくれてるんだなっていうあれは分かるんですけど痛いです嫌な感じで残りがねありますね、うん、どっちもありますけど、うん、でも右の方がまだあらんこれも痛いですね。痛いです。すごい痛いですねただ右の方が捉えやすい。捉えやすいですか？そうですか？左の方がなんかちょっとこう説明難しいんですけど、複雑だ。そうそう、ちょっとあの奥の方にあって、うん、なんか頑固そうっていうか、うって感じしてますよね、押し方も、うん、なんかちょっとね捉えづらいですよ。右の方が分かりやすい、左の方がなんかちょっと、なんていうのかな、形状が不定形というか、ちょっとこうブリュブリュっと動く感じもあるしです。スライム状というのか、そんなんあるんですね、はい、あります。こっちの方が多分質が良くない。痛い痛いですね。力入っちゃいますね。ちょっと手いいですか？こっちの手いい、失礼します。こうやって今痛み減りましたかね？うん、減りました。はい、いただいてすいません。で、どうでしょうか？さっきより痛みは減りましたかな？減りました。はい、あのグリグリした感じがちっちゃくなりましたね、ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録をお願いします。はい、お疲れ様でした。ありがとうございました。See you!